皆さんこんこにちはもう一人の斎藤です。<laughs> <laughs> ということで、えー、今日は「OptimizingURSwiftCode」ーーというタイトルで、えー、最適化の話をしようと思いますいつも WASM、えー、の話をしているんですが、えーまあ、それだとちょっと飽きられちゃうかなと思って今回は経路を変えてみました。よろしくお願いしますまず、えー、自己紹介です。 家庭の医学くんというハンドルネームでインターネットで活動しています早稲田大学で学生をしていて現在進行形で卒論に追われています頑張ります卒業できるといいな <laughs> あとグッドノートというノートアプリの会社で働いています今日はスピーカーの半分がグッドノートの人という大変珍しい状況にあっています えー、あとは、SWIFTWASM、えー、という SWIFT を Web アセンブリに対応するぞという、えー、オープンソースプロジェクトのメンテナンスをやっていたり SWIFT、えー、とか Ruby とかの、えー、コミッターもやっていたりオープンソースでいろいろ活動していますでちょっとお仕事と SWIFTWASM の宣伝をさせてもらいたいんですが、えー、去年の年末に GoodNote、えー、の Windows 版のベータテストを始めました。 これは SWIFTWAS もフルに活用して Windows に移植しているやつでノートのレンダリング部分だったりメインのビューモデルだったりそういうところを完全に iOS 版と共有していますここにいる人たちは大体いい Mac を使っていると思うんですがもし Surface とか Windows タブレットを持っている方がいれば使ってみていただけると嬉しいですここのリンクからベータテストへのウェイティングリストに登録できるのでよろしくお願いします さて,さて、さてそんな GoodNote の仕事にも関係するんですが、今日のトピックはパフォーマンスの話です。といっても最適化コンパイラーの実装とかそういうなんか難しい話ではなくてアプリケーション上でできる最適化の話です。なので気軽に聞いてもらえればなと思います。今日の話の流れとしてはそもそもどうしてパフォーマンスが重要なのか。 どういうところでパフォーマンスが必要なのかという、えー、モチベーションの部分から、えー、どうして、えー、SWIFT が他の言語より遅いとされているのかという仕組みの部分を紹介してで最後に具体的にどういう最適化のテクニックが適用できるのかというのを紹介したいと思いますでまず初、えー、めにモチベーションの部分ですね大体のアプリ いわゆるウェブアプリのフロントエンドとしてのアプリなら、ほとんどパフォーマンスに関しては気にする必要はないかなと思います。そもそもフレーム落ちが起きても、そんなに気にならないことがほとんどですし、CPU 利息な処理がなければ、何も考えなくても大体いい感じのパフォーマンスに落ち着くと思います。問題になってから考えるでも、こういうケースに関しては問題ないかなと思います。 ただフレーム落ちににに敏感ななならいいいいといけないアプリっていうのも中にはあります例えばゲーム系だとユーザーの操作と描画のタイミングがずれるとすごい体験が損なわれます特に音ゲーとかずれたりするとすごい怒られそうですよねあとは環境からリアルタイムに情報が送られてくるような例えばカメラアプリみたいな アプリだととフレームかかななりり現実のの世界との差が出てきてき目立ちそうですでそういうアプリだと 60fps で描画するために1フレームを 16ms で収めないといけないんですが最近だと iPad Pro とか iPhone の Pro シリーズだと 120fps もサポートし始めちゃったんでこれがさらにシビアになってきています。 シングルコアの性能が2倍になってくれていればよかったんですが、えー、そういうわけにもいかないので、ソフトウェアが頑張る必要が出てきますであと、具体的にグッドノートでちょっと困った話がありまして、われわれのアプリは、えー、Web アセンブリー上で動いているんですがその、えー、最適化されていない Web アセンブリーってめっちゃ遅いんですよね。 ウェブアセンブリの実行エンジンの1つに V8 っていうのが、えー、Chrome に搭載されている、えー、V8 っていうエンジンがあるんですけどこれは、えー、2段のアヘッドオブコンパイラーのパイプラインになっていて初めにベースラインのワンパスコンパイラーリフトオフってやつがあるんですけどこれが、えー、まず全然最適化しないコードを、えー、すごい速い速度で出力してで同時に最適化コンパイラーのターボファンってやつが、えー、時間をかけて速いコードを生成します。 でこの2段の最適化コンパイラの、えー、2段目、ターボファンが温まって速いコードが生成されるまでに割と、えー、楽があるんですねで。それまでっていうのは1段目の、えー、ベースラインコンパイラの、えー、ちょっと遅いコードで、えー、アプリケーションを動かすので、えー、結局、アプリケーション側がある程度早くないとアプリケーションの起動直後の、えー、体験っていうのがちょっと残念な感じになっちゃいます。でこれが2倍くらい遅い遅んですね なんで、えー、ここはすごく頑張って考える必要があります。で特に GoodNote やパフォーマンスが必要になる部分っていうのの、えー、例がこのインクの、えー、レイテンスで、えー、インクのペンの軌跡をインクのストロークとして描画する部分ですね。えー、GoodNote ではリアルな筆跡を描くために実際のペンのタッチイベントから取れるポイントをもとに 曲線を計算していますでこれはきれいに手書きを実現しつつレンダリングしやすいようにベジ曲線にフィッティングしたりいろんな細かい処理があってあと Apple Pencil だと筆圧,の筆圧によって点の半径が変わったりするのでかなり複雑なアルゴリズムになっていますで例えばこんな感じで、えーえー、UI キットから とかブラウザから来るイベントは左みたいな非連続な点として表現されてくるんですがここから右みたいな感じで接線を曲線にフィッティングしていきますでこの曲線は当然ペンの動きとリアルタイムに更新していくわけなんですが物理的なペンとペンの位置と画面上の筆跡がずれるとかなり不自然な体験になります なので、えー、基本的にフレーム落ちは許されないので頑張って 8ms120fps で動かすために 8ms で、えー、収まるようにこれを計算する必要がありますさて、えー、というわけでパフォーマンスは我々にとってかなりクリティカルな、えー、問題なわけですで、えー、ペンの曲線の計算みたいな、えー、CPU 立足な処理だと、えー、SWIFT 言語自体の 速度が気になってきますねところで SWIFT は C や C++ と比べて遅いと言われることが多いんですがこれは何ででしょうかそもそも本当に遅いんだっけというのを紹介したいと思いますとりあえず数字で見てみましょうこれはベンチマークスゲームっていう言語ごとの速度を競うサイトでのベンチマークの統計結果です えー、左に行くほど早い言語になっていてトップは C になってますねで、えー、その中でも、えー、SWIFT は一応トップ15には入っているんですが、えー、C++ とか、えー、ラストからかなり離されていますねでラストに関しては同じ LLVM ファミリーなのにこんだけ離されているのはちょっと残念ですねまあこれは言語ごとに、えー、このベンチマークのスクリプトを書く 人がいるんでその人の熱意次第なんですけど <laughs> なんでもしやってやんよという方がいればこれをカリカリにチューニングしてこれをもっと上の方に左の方にやってくれればなと思うんですけど、まあ、多分最適化の機会っていうのはかなり残されているので面白いんじゃないかなと思います。でなんで別にそのこ,れだこの結果をだけでこうどの言語が一番早いっていうのは言えないんですけど、まあ、これは割と参考になるかなと思います。 で一旦ベンチマックスゲームの話は置いておいたとしても少なくともナイーブに書くと C や C とかよりも、えー、遅くなりがちというのは皆さん同意できるんじゃないかなと思います。でこれは、えー、普通に SWIFT を書くと高レベルな言語機能をかなりふんだんに使うと思うんですね。でそういうところで C や C との速度差が出ています。で逆に言うと SWIFT らしくはないけど、えー、C や C とラプラと 同等の操作ができ記述できれば、えー、同レベルの速度になるんじゃないかなと思います。で、ここでいう、えー、高レベルな言語機能っていうのはオートマティックリファレンスカウンティングだったりコピーオンライトだったりプロトコルだったりとかです。で、えー C, えー、C だと、えー、コード上の表現が素直な命令列にコンパイルされると思うんですけど、えー、SWIFT だと 短いコードでもかなりたくさんの命令が出力されますなので C だとコードが短ければ命令数は少ないっていう割と直感的な過程が置けるんですけど SWIFT だとそういうわけにもいきませんなので短いコードでもオーバーヘッドがあるようなコードが測れちゃうことがままありますさて ARC を例に取り上げてみましょう 左のようなクラスがクラスを使ったコードを考えてみてくださいさてこの例だとどこにリテインとリリースが挿入されるでしょうかちょっと考え,考えてみてください C++ プラプラみたいな、えー、自,分でリファレ自分でメモリを管理する場合こう文字通り書いた通りの命令列に大体なるんですけど Swift の場合、ここに参照カウントのためのリテイントリリース操作が挿入されます。リテイントリリースっていうのは、基本的にユーザーがコントロールできないので、スレッドセーフである必要があって、それによって複数のスレッドでインスタンスを共有しない場合でも、ロックの取得が発生するんですね。なので、すごい重い操作になってるんですよね。で、どこに挿入されるかというとここです。 でえー、アニマル変数には、えー、キャットインスタンスの参照が入るので1回まずここでエスケープするので1、えー、回リテインが入りますで。アニマルがもう使われないよというところでアニマルがリリースされて同じ調子でキャットもリリースされます。でえーまあ、マニュアル操作にマニュアルでメモリ管理をする、えー、コードに慣れているのであればこれは自命かもしれないんですが。 ARC にすごい慣れちゃってるとちょっと見えてこないんじゃないかなと思ってこの例を出しました。さて、えー、SWIFT にはそういうか隠れたコストがあるんですが、えー、中には、えー、コンパイラが自動で最適化できる部分もあります。このセクションではコンパイラフレンドリーなコードを書くことで、えーえーえー、書くテクニックについて紹介したいと思います。 ここでいうコンパイラフレンドリーなコードっていうのはコンパイラが最適化できるような、えー、形に人の手でガイドされて、えー、書かれたコードのことです。理論的にはコンパイラは、えーは全ての入力コードを知っているわけなので、まあ、人間が手を加えずともいい感じに最適化してくれよという気持ちになるんですが,なるんですが実際にはコンパイラに数時間とかかかっていると話にならないので。 なので、現実的な時間で最適化できる範囲に限定されています。つまり、最適化実装に寄り添ってコードをアノテーションして制約を加えたりガイドしたりすることで SWIFT らしさを保ったままハイパフォーマンスなプログラムを書くことができます。今回はコンパイラーにとって優しいコードを書くという視点に立って話していきたいので、 例えば CPU バウンドなワークロードを別スレッドに逃がすといいよみたいなこうマクロなアーキテクチャでの視点での最適化についてはあえて触れません。まず第一に必要になってくるのがプロファイルですね。何が何でもプロファイルしましょう。プロファイル ということで、えー、まず、えー、本当に CPU バウンドな処理がボトルネックになっているのかというのを知る必要がありますもし CPU バウンドな処理がないのであればコンパイラーに優しいコードを書いたとしてもパフォーマンスは改善されませんむしろ大抵のアプリでは別,、えー、別の要因がボトルネックになっていることが多くて例えば GPU 上でアルファブレンディングがレンダリングのボトルネックになっていたり あとはイベントドリブなシステム、UI キットとかだと、そもそもシステムから来るイベントのレイテンシーが多くて、いくら早く処理しても結局、ユーザーへのフィードバックが遅延しちゃうみたいなこともありますで。そういうケースだと、これまでのイベントシーケンスから次のイベントを予測したり、見た目上での最適化が有効ですね。であとは IO バウンドな処理が。 ブロッキング IO で実行されているとボトルネックになりがちだったり、こういうのだとえ非えコンパイラーではあんまり最適化することはできなくて、ちゃんと非同期 IO を使いましょうみたいな感じになります。なので、まず初めに本当に SWIFT の見えないコストがボトルネックになっているのかというのを判断するのが重要です。プロファイルしましまょう でそ,ういうそういうのを調べるためにはいろんなプロファイルを取るわけですが X コードについてくるインンストラメンツドッッアプっていうのが大変便利です詳しい使い方はヘルプを見てもらいたいんですが Linux のパ a r とかと同じ立ち位置にあるアプリなんですが個人的にはそれよりもかなり好きです。自由はいいですよね インスラメンツ .app は、えー、アプリの起動中のプロファイルも取れるんですが,なんですが、えー、そういうのは大まかなボトルネックの切り分けだけに使ってあとは XC テストにベンチマークスイートを書いてそれに対してプロファイルを取るのがいいと思いますこんな感じでここにメニューがあってテストケースごとにテストスイートごとにこうプロファイル取れるんですよね でこうプロファイルを取るときに、えー、シミュレーター操作していると、えー、毎回測定にブレがあるのでコードの変更によって本当に速くなっ,たってなったかっていうのが分からなくなるんですよね。なので、えー、ちゃんとマシ,ンマシンの状態を固定したり、えー、あとはこういうふうにユニットテストで、えー、必ず、えー、同じべ、えー、ベンチマークターゲットに対してプロファイルを取るというのが良いと思います。 でインクアルゴリズムの例では遅くなる条件としてイベントペンのイベントがたくさんあるというのが前提としてあったのでなのでタッチイベントを実機でダンプできるような仕組みを用意して実際にペンのレイテンションを感じ,感じたときのデータをユニットテストでリプレイするという手法をとっていました。 さて本題の最適化なんですがやりやすいところでいうと繰り返し発生するようなところでのダイナミックディスパッチを減らしていくのがお手軽かなと思います。ダイナミックディスパッチっていうのはメソッドがクラスのインスタンスだったりプロトコル経由の呼び出しだったりするとメソッドの呼び出し先が実行,実行時に決まるメソッドダイナミックディスパッチというメソッド呼び出し方式になります。 これは、いわゆる仮想関数テーブルだと思って問題ありません。すごく大まかに言うと、クラスの場合はむやみにオープン就職詞をつけなければ大体大丈夫です。これはメソッドのオーバーライドがモジュール内に限定されることで、モジュールのコンパイル時にオーバーライドされているか否かっていうのが判定できるようになります。 もしオーバーライドされていなければそのメソッド呼び出しはコンパイル時に呼び出し先が1つに決定できるのでこれでダイナミックディスパッチからスタティックディスパッチ性的に呼び出し先が決まるディスパッチに最適化することができるようになりますなのでオープン就職子をつけるかどうかっていうのはかなり大きな要因なファクターになってきます このようにダイナミックディスパッチを減らすためには、えー、呼ばれるメソッドがコンパイル時に一つに定まるということを意識しながら書いていくことが基本的な戦略になってきます次にプロトコルのメソッドの場合ですがまず最初にできるだけエグジティンシャルを避けましょうというのが原則になります可能であれば、えー、ジェネリックなコードにしておくことで スペシャライズ特殊化によってダイナミックディスパッチが性的なディスパッチになります。スペシャライズというのはご存知かもしれませんが、特定の方に対してコードをコードをテンプレートのテンプレートの穴を埋めるような形でコードを複製する最適化になります。これによって呼び出し先が一つに決定できる場合があります。 この例ではエグジッセンシャルとして、えー、パラメーターで受け取っていた上のユ、えーズピンガブルの関数が、えー、下の方ではサムピンガブルになって、えー、これがジェネリックな、えー、コードになっています関数に渡される具体型が、えー、呼,び出し先で呼び出し側で性的に決まる場合があるので ここのの呼び出しが性的なディスパッチに最適化できる場合がありますなのでできる限りこういう形にする,のするとコンパイラーに優しいですねただジェネリックなコードにしてもスペシャライズできないケースっていうのがあります例えばモジュールをまたいだ場合最近マルチモジュール流行ってるんで みんな、こう、モジュール分割してると思うんですけど、モジュールをまたいだ場合っていうのを考える必要があって、コンパイラーの最大のコンパイル単位っていうのはモジュールなんで、1つのコンパイラープロセスがえーえー一度に知る範囲っていうのは、モジュールに限定されます。なので、モジュール A をコンパイルするコンパイラーっていうのは、ユーズピンガブルに渡される方が、これだと分かんないんですね、コンパイル時に。 で実際には、えー、モジュール B の、えー、ピンガブルインプルが渡されるわけなんですが、えー、それが分かるのはモジュール A をコンパイルした後ですなので、えー、このユーズピンガブルの実態は、えー、特殊化されないまま、えー、最適化される、えー、コンパイルされることになってしまいますそこで、えー、ピンガブルインプルをモジュール A に移して、えー usePingable に Pingable インプルを使われることを明記すると、えー、モジュール A のコンパイル時に X を Pingable インプルとしてスペシャライズできて、えー、プロトコル経由でのダイナミックディスパッチが消せますここであットスペシャライズが必要なのはモジュール A 側にスペシャライズをトリガーする usePingable、えー、の呼び出しがないためですね なのででここは手動で教えてああげる必要がありますただ設計によっては型を動かしたくないとか動かせない場合っていうのがあるのでまあこれは場合によりきりですねパフォーマンスがどれほど重要かによって変わってくるかなと思いますあとはえ SWIFT でナイーブにプログラムを書いていると思わぬところでコピーオンライトが発生している時があります 例えば、これはペンンンのののイイベトトを受け取って、最新の、えー、3つのポイントから曲線を作る関数です。これは割と見つけやすいと思うんですがポイント配列のコピーがアペンドをすることで走っていますね。でこの例だとポイント配列はすべての点の履歴を持つのでストローク、えー、ストロークペンのストロークが長ければ長くなるほどコピーに時間がかかって遅くなってきます。 でえー、また、これは、えー、コピーオンライトではないんですが、えー、末尾の点の3、えー、つを取るためにサフィックスの一時配列を作っているんですが、これもちょっと気になりますね。配列のアロケーションというのはそんなに早くないので、これも無視できないコストです。というわけで、えー、それらのコストが発生しないように書き換えられたコードがこちらででですすベタ書きっぽいいねでもこれが一番早いんです。 配列の結合や変更を避けけて、て読み取りだけに徹しています。こういうコピーオンライトのコピーコストが大きくなる場合っていうのはプロファイルを取ると顕著に本当にプロファイルの結果に出てくるのでこれは分かりやすく洗い出せるかなと思いますで前の例は簡単だったんですけどこれはちょっと面倒なやつですこれは e n ナ m のアソシエイテッドバリューにコピーオンライトに対応した方が来る場合ですね JSON を e n ナ m で表現するとこんな感じになると思うんですが e n ナ m の値をスイッチで取り出すとその瞬間 e n ナ m 自体と取り出した値のここのケースの部分でキャプチャされている部分ですねそこの2つの部分から2箇所から同じ配列が参照されるようになりますでこの共有された参照のために、えー、取り出した配列に対するアペンド操作っていうのはコピオンライトをトリガーしてしまって 本来必要ないいコ,コピーが発生してしてまいますこれは本質的には e n a ー p r a n s c e a t e d に対してインプレイスなミューテーションができないっていう、えー、言語機能の不足が原因です。で将来的に MoveSemantics が SWIFT 言語に導入されれば、えー、ペイロードが二重に参照されないように Move すればいいんですが現状できないので。 なので、えー、ボックスに包んで一つのオブジェクトからしか参照されないようにするっていう手段が現状だと取れます。ただ、この場合でもコピーは防げるんですが ARC のオーバーヘッドがあるので、えー、本来実現可能な理論値の最速の速度は出ません。ちょっと残念ですね、これは。なので、えー、この問題に関してはフォーラムで議論が続いているのでウォッチしてみると面白いかなと思います。 また、えー、コピーオンライトに多少関連するんですが値の操作にもコピー、えー、コストが発生する場合があります SWIFT では可能な限りクラスよりもストラクトが好まれるんですがストラクトの中でもさらにトリビアルな方とそうでない方というふうに細分化できますそしてストラクトのコピー操作や移動っていうのはトリビアルな方の時だけ軽量な操作 というふうに考えることができます。トリビアルな型っていうのは、いわゆるプレインオールドデータのことで、コピーや移動破棄にメモリコピーがメモリコピー以上のセマンティックスを持たない型のことです。これには、イントやブール、ダブルなどの型と、あとはトリビアルな型から構成されているストラクトやイーナムが該当します。 さらに、えー、標準ライブラリのアレイやディクショナリーなどのコンテナ型っていうのはトリビアルな型に対してよく最適化されていて要素がトリビアルな場合っていうのはコピー操作は単純なメムコピーに最適化できますこれは嬉しいですねで具体的な例を見て,み見ていきましょうこれは、えー、トリビアルでない型を要素に持つ配列のコピー操作ですね要素のアイ,アイテム型はイントやイント イントとオーナー型をフィールドに持つストラクトなんですが、えー、残念ながらオーナーがクラスなのでこれはノントリビアルな型に分類されますで、えー、ここでなので、えー、あアイテム配列のコピー操作はそれぞれの要素に対してオーナーインスタンスのリテイン操作が走ってしまいます要素分利点するコストはバカにならないんですよね なんでこのようにオーナー型をトリビアルな型にできればアイテム型もトリビアルになって高速なアレイのファストパスに入るので単純なメムコピーで済みますで型がトリビアルかどうかっていうのは自明でないですし目で判断するのはちょっと難しいですよねなので標準ライブラリによって提供されている「アンダースコアイズ POD」っていう関数を使って判断します これは標準ライブラリでアレイやディクショナリーが渡された要素の方が POD かどうかトリビアルかどうかっていうのを判定するためにも使われています。というかそれがメインの用途ですね。でこれが面白いのがジェネリックな型パラメータを持っている場合でもその型パラメータによって自身の方が POD かどうかっていうのが変わるんですね。ここだとボックス型が。えー これがボックスがストラクトなボックスなんですけどこれが POD な型としてイントを渡したときには isPOD が true になって POD でないストリングを渡したときには f a l s e になっています。ということで今日は SWIFT には隠れたコストがあるというのを紹介しました。 でえー、そういう下回りのメカ,メカニズムを理解していくことで、えー、皆さんの行動を早くできるんじゃないかなと思います。で実際に GoodNote ではこれらのテクニックを使ってアルゴリズムが7倍速くなりました。やった<手>ということで、えー、以上で発表を終わります。ありがとうございました